好き。まあでも結構そのスプリガンってバトルシーンとかそれこそミリタリー乗り物要素がいっぱいあるんですけど、やっぱその結構学生生活の中のこの竜が一般人に溶け込んでるっていうところが僕結構好きですね。はいはいはい、やっぱ竜を演じてるからっていうのもありますけど、結構竜もまあ殺人機とし殺人マシーンとしてこう育て上げられてて、まあ、常に戦場にはいるんだけど、それをどうにかこう隠して日常をあたかも普通の高校生っぽく演じているみたいなところがなんかすごい優のこのちょっと切ない部分もありつつも、なんか数少ないこのスプリガンの中でもちょっと穏やかな日常シーンでもあるので、結構そんなオフのところが好きだったりしますね。結構オムニバス形式でお話進んでいくと思うんですけど、はい、なんかこう人間の何ですかね、ちょっとこう悲しさだったりとか、あとこう苦味が残る感じで終わるお話も結構多くて、それってなんかこうメッセージ性が伝わってくるものがあるなっていうふうに思います。今読んでも、あ、この社会問題って結局今も何にも解決してないなとかね、まあだからオミナイとか、まあ僕ね、ジャンとかアーカムが人類のためにしていることが結局人類側が何かを欲のためだったりとか、そういうもののために、まあいろんなものを危うい状態にさせてるっていう、そういうのが、あ、俺何が正義なんだろうとかいうふうに考えさせられるストーリーがすごく多くて、それはやっぱり読んでてすごい考えさせられる部分が多いので、うん、ワクワクするのももちろんですけど、自分一人でなんかこう考えたりする時間とかも、うん、すごくスプリガンからは、うん、得られるものがあるなっていうふうに思いますね。確かに90年代の作品ですけど、2020年代の今見ても全然古くなってない。いや、そうなんですよね。いっぱいありますよね。っていうことは浅上さん考えてるけど、作品の中ではジャンバーコでウェーって、そこはまあ別の僕が暴れ回ってるという。やっぱりその今回新しくまあアニメ化されたことで、なんかまた幅広い世代の人たちに向けてこうスプリガンを知ってもらいたいっていう、本当に原作のスプリガンが大好きなやっぱりスタッフさん監督の人たちが集まって作っているので、なんかそのなんて言うんでしょう、身構えず本当にちょっと最初の入り口としては、なんかキャラクターかっこいいなとか、アクションすごそうだなとか、どういう話なんだろうっていう、本当にそういう軽いこう興味からも全然入ってくださるといいなと思っていて、もう見ているうちに止まらなくなっちゃう、先の展開が気になるみたいな、なので本当にあっという間に最後までこう見続けてしまう作品になっていると思うので、なんかもう一言に見どころ魅力って言えば語れないものですし、なんか私はなんかアクションももちろんかっこいい、でもやっぱりキャラクター同士の掛け合いがなんかグッとくるんですよね。なんか演じている演者の皆さんもやっぱりすごくもう本当にハートを注いで皆さんお芝居してるので、なんかそういう掛け合いの部分でなんか人間ドラマみたいなものを感じてくださると嬉しいなって思います。もう全世界公開をその考えて作ってるので、なんていうかその内容がこうアジア発祥にしては大人びてるっていうか、確かにワールドワイド、規模がでかいですよね。なんか映画のようなその雰囲気なので、でもなんかそのなんかこうこの仕事やってきてこういろいろこう世辞を見てきて思うんですけど、映画へのハードルは高いけどアニメだったら見るみたいな人も多いので、なんかこう内容としてはもう映画レベルのちょっとこうハードルの高いちょっと骨太なものなんですけど、出てる役者さんもね結構その往年の吹き替えのねスターの方とかたくさん出てらっしゃいますし、なんかそういうのをこう一個内容はハードなままこのアニメで表現するっていうのは、なんかそこのお客さんもこう取り込んでいけるし、確かに、しかもその世界のその日本とは違う感性の人たちもなんか同時に取り込んでいけるところっていうのはなんか魅力なのかなと思いますね。まあ、テレビアニメシリーズになるっていうことで、まあ、僕自身すごく嬉しいですし、まあ、またこの劇場でね見るっていうとまた全然違う面白さがあると思うので、本当に今日が皆さんにとって素敵な思い出になっていたら幸いですし、またねそのノアの箱舟と、バーサーカーのショーをテレビシリーズでも見ていただければ、また僕らがね今日行ったこととかを照らし合わせながら楽しんでいただけるかなと思うので、ぜひ何度でも繰り返し楽しんでいただけますと幸いです。ぜひね、まあテレビシリーズやるってことはね2期もやりたいなとは多分思っていると思うので、
ったことを今日ここに来て楽しかったよっていうこともね言っていただきつつ、テレビシリーズも始まったら不況とか楽しかったよっていう思いをねいっぱいつぶやいていただけたら幸いです。今日は本当にありがとうございました。100回は死んでるところだぜ。私の攻撃は防げませんよ。俺たち人間の未来は俺たち人間が決めんだよ。